皆さんこんにちは時計専門誌クロノス日本版編集長の広田正まです今日はですね新しくオープンしたグランドセイコースタジオ雫石を一緒に見ていきたいと思いますようこそグランドセイコースタジオ雫石林でございますじゃあまずこちらエントランスホールになります、はい、熊健吾さんの設計のこと、はい、まあグランドセイコースタジの誕生60周年 記念して設立されたものですあちらが正面にある壁になりますけれどもあ,れあちらが、まあ、大和張という日本古来の建築技法を使いうところと当然ながらその柱が等間隔に並んでいますからここで自然と共生するというリズム感、まあ、時計のスタジオですので時を刻むというリズム感を表現されていると。まずあのこちらですけれども ザネイチャーオブタイのということで、はい、まあご存知のように、まあ、グランド成功のブランドフィロソフィーということになっています。うん、Q.S.A.5 になります。うん、独自の打診機能だったり、まあ、ツインバレルを使ってですね、うん、ハイビートでありながら80時間の持続をするといったものです。本当のマニファクチュールですよ、ね。はい、一つ一つの部品から作れるという点で、まあその技術力の結晶みたいなムーブメントがまさにこの Q.S.A.5 っていうことですよね。 一つ一つのあの製造工程がありますが、それを支えているのが人になります。うん、マイスターと呼ばれる人材と、うん、スペシャリストと呼ばれる人材がいます。うん、マニュファクチュールとして、うん、その部品製造だったり、うん、その部品を作るための工具だったり、うん、あの型だったりと、うん、いうのが、当然ながら社内に職場がありますので、うんえー、そういうところでじあの技術、技能の伝承ということが成り立っているということ。 自社一貫製造を意味するマニファクチュール、まあ、いろんな条件がありますけれども、はいまあ、個人的には、その鋼、ね、その鉄の部品に焼き入れ、はい、焼き戻しをするプロセスがちゃんと社内にあるかどうかだと思うんですよね、はいはい、実際にあのどれぐらいその効果があるかっていうことをちょっと、えー、体験していただきたいと思います。実はこれれ度度近いいいいい温度をかけけてて焼き入れしてるというのが、はい、あ硬いけどで ついて200度ぐらいにですね、今度焼き戻しという処理を行います。つまり800度まで上げて200度まで落としてはい。あ、硬いけど。はい。そうすることによって、硬いけど少ししなりが出てくるということで、とこれによって、あの時計の歯車だったり、えー、まあ、あの、それの芯だったり、ネジだったりというものが持続性を持ってですねあ、長いこと使えるといったような部品に生まれ変わります。 こちらはですね、あの、実は、えっと、時計の組み立て順に、こう、列を並べるように配置して、奥に行くに従ってですね、えー、まあ、時計組み立ての順番が分かるような作りになっております。うん、最初のこの工程はですね、うん、準備工程ということで、うん、先ほどご覧いただいた部品一つを、一、えー、つの時計になるためにセットをする。<っ>次、こちらの方の列になりますが、 こちらがですね、実際に、えー、時計をまずザラ組みという、一旦まず組み上げてしまうという工程です。うん、まあ彼は伊藤でゴールドマイスターになりますけれども、え、はい、彼がですね、このヒゲゼンマイの触れ取りという作業を行っております。うん、まあ実際触れ取り作業っていうのは、あの、横方向と縦方向のバランスをきちっと取ると。うん、まあここで今、あの、グラム成功の検定ということをやってるんですけども、 えー、まあ、6姿勢ですね。はい、縦方向の4姿勢と表裏合わせて6姿勢。はい、それに、まあ、奥にコーンがありますけれども、えー、温度の変化、えー、8度、えー、23度、38度という温度変化も見ながらですね、合計17日間ここで、えー、検定作業を行います。その17日間の合計の平均日差がマイナス3秒からプラス5秒のレンジに入ったものだけ、 グランド成功として製品になると。先ほど、あの、検定を合格したものがですね、ようやくここで、外装付けと我々呼んでますけれども、はい、奥から文字板をセットして、次にその上に針をセットして、最後この手前の二人が、ま側入れといって、ケースの中に入れるという作業を行っています。はいはいはい 続いてあの、こちらがあの防水検査の工程になります、ね、最初にあの奥のこうシリンダーが並んでいるもので、エアリークテストということで、まあ、5気圧の、えー、気圧をかけて、ですね空気漏れがない、うん、あるかないかということをまず検査します。うん、OK のものだけですね、改めてこの左にある、えー、奥の機械でですね、えー、と防水、実際に水にくぐらせて、うん、気圧をかけて、うんえー、一定時間あの、潜らせます。 最後に、これがホットプレートになっていますけども、えー、水から上げたあの時計をですね、一つ一つ並べるんですね。でこれも、えー、一定時間置いて、その後、スポイトでですね、水を一滴、えー、ガラスの表面にこうポチッと垂らしてあげる。うん、そうすると、中にもし水が入っているとですね、気圧の変化で一気に水蒸気が出てくる。はいはい ということで、我々凝縮検査って呼んでますけども、これで、えー、グランドコーの防水検査を行っています。<お>ここがあの、いよいよ最後の工程のバンド付けになります。はい、こちらで傷でもつけたら大変なので、まあ、緊張の一瞬なんですけども、彼女が今、あのバンドをつけてで、その後あの最、最後の検査をして、えー、奥の,あの小装箱に入れて出荷と。 いう箱入になります。はい、今まであの横からあの作業すると,ところをご覧いただきましたけども、えここでその工場全体を俯瞰してご覧いただけるところになります。うんうん、ここクリーンルームですので、その横の張りがないということでえ埃のたまりも防ぐということで、えー、熊さんの建築の中でも工夫がされていると。 こちらがですねあの正面に岩手山を望んで,でこの広い空間でゆっくりおくつろぎいただくというラウンジになっておりますこちらがですねあのショップになっておりまして、はいえー、ここの限定モデルになります、うん、ダイヤルの色が、まあ、岩手山の山肌を表現しているということで、はい、深緑のダイヤルなおかつですね裏の回転水のところにですね 雫石に見てとと刻印がされている、え、まさにここでしか買えない。ここでしか買えない。でも、まあ、グランドセイコーをいろんなところで見てきたけど、まあ、できた場所で。直接ほやほやのものが見られるっていうのは、ちょっとこれはね。ちょっと新鮮な感動がありますね。しかも、なんか目の前を見ると、こう、岩手山があるっていう、こう。最高のロケーションで。グランドセイコーの、その調整と普通の、うん。 メーカーの調整ですけれども、うん、もちろんその基準が違うっていうのはありますけど何に気2つありまして、うん、えっと,とりあえず私がずっとこう言い続けてるのはお客様があの使った時に、うんえー、非常にあの精度を気にするぐらいの精度の狂いがないっていいますか精度の良さっていうのは、うんえー、お客様が使うっていうのは大体9時6時 あとは、うんえー、ダイヤルアップのとこですね。はい、この姿勢ですよね。ええー、そこでもあの制度、GF 検定の中でも入っちゃえば別にいいっていうんじゃなくて、うん、できるだけそこが使いやすいような制度にしたい、そういうのを、えー、なるべく目指しております。っていうのと、お客様が初めて機械式にしたときに、うんうん、あ、機械式って噂に聞いてるけど、結構、 全然制度的にわせ、うん、何回も合わせなくてもいいんだよなっていうようなものを、うん、まあ作りたいなっていうのはまあそういう方ユーザーの皆さんに対してですねこれはなんか言っておきたいとかって何かありますか何回もオーバーホールしてもあの全く問題なく使えると思っておりますんで、うん、ぜひあの長く使っていただきたいと。うん、グランド成功って 確かにそのムーブメントがすごいとかいろいろあるんですけど個人的にすごくあの感銘を受けた点がその外装の組み込み込がすすごく綺麗なんですよね超難しいと思うんですけれども何が大変ですかそうですねあの針鏡面張りたりするんですけど、はい、やっぱりそれを傷つけずにピンセットで持って取り付けるがやっぱり傷をつけないようにするっていうのが一番難しいですね。 最後にグランド成功を、まあ、持ってる人へのメッセージみたいなものって何かありますかかなりこだわりを持って、うん、その一つ一つ時計を作っているのでやっぱり長く大切に使っていただきたいなと思いますグランド成功60周年を迎えた2020年素晴らしい自動巻きをグランド成功発表しました QSA5 ですでプラスしてです、ね グランド成功はもう一つ新しいムーブメントを作りました T0 コンスタントフォースツールビオンですコンスタントフォースという機能がついたツールビオンの中では最も驚くべきものですここの雫石のスタジオにあるんですね